のまチューブ。はい、どうもー。さあ、今回のゲーム紹介は、見てこれ、某ゲームに超似てない？っていうかさ、なんでこんなアプリゲームって似たようなゲームポコポコ出すんだろうね。そう、あの、またね、なんか広告で、あ、何これと思ってさ、出てきてね、ほんで気になったからちょっと落としてみてやったんだけど、これエイリアンじゃなくてもうタコじゃん、完全なタコゲームになりました似たようなゲームよく出すよね、ほんと。ほんでね、フィッシュアイドルともエイリアンインベーションとも違うデベロッパーがね、開発してるっぽいんだよね。ほんでリリースされたばっかっぽいんだけど、これなんだこれ、またこんな同じようなゲームっていう感じでさ、出来結構いいじゃないと思っちゃった。そう、ほんでフィッシュアイドルのゲームの方はエイリアンインベージョンと全く一緒だったのよ、マップも全てシステムもね、うん、けどこれはね、オクトパスなんとかっていうゲームだったけど、これはちょっと違うぞマップが。まあ、いや、まだ全然いけないんだけどね、やることは同じ、やることは全く一緒なんだよね。もうね、大体似てる、もうこんなのもそっくりでしょ。ショップもそっくりだし、このね、進化のね、こういう場所も似てるんでね、うん、結局一緒じゃんっていう話なんだけど、そう、グラフィックとマップがね違う、うん、グラフィックが格段にこっちの方がいいね。タコだよ。ほんでこれまだ吸収が遅い、そうっていう感じでね、システムは本当同じなんだけど、エイリアンインベージョンとね、うん、ただちょっともうこれはさすがにね、もう似たようなゲーム何個もやってらんないから、さすがにやらないとは思うんだけど、うん、やらないと思う？やらないかな。うん、そう、ちょっと足増やしたいな。でもな、どうなるんだろうって気になっちゃうんだよね、どんどん。見てこのマップ、ほんでここもね、まだいけないよってなってんの。ほんで日本語が一切ないのよ、これ今のところ。日本語対応はしてないんだけど、全然ね、対応してなくてもエイリアンインベージョンとかやってる人は全然問題なく進められるっていう感じでございますね。そう、ほんでこうなってて、ほんであそこが拠点でって、ほんでこういう、もうすでにね、こういうのがあんの。これ一緒だよね、このロープみたいの一緒じゃん。これなんかここのミッションクリアしたら、この繋がってる先が解放されてとかなんでしょ。もう一緒だよね、本当に一緒だけど、ちょっとこっちの方が楽しそうじゃん。ほんでこれもね、ミッションあんのよ、クエスト、鍵を集めろとかね。もういきなりこういうね、ミッションがパカパカ出てきてんの。ちょっと気になるね、気になるけどやら、あ、人魚がいる、ここ初めて来たな。あ、クエストすげえあるじゃん。ちょっとこっちの方が面白そうなんだけど、でももうさすがにやらないかな、うん、やる時間もね、うん、まあ暇だから時間はあるんだけど、さすがに同じようなゲームを何個もやってらんないからね、うん、でもちょっと気になるね。フィッシュアイドルは全く一緒だったけど、これはちょっと違うぞ、うん、てかなんでこんな似たようなゲーム何個も作るのよ本当にっていう感じの、また似たようなゲームが出ましたよ。でも今回はちょっとグラフィックも動きもいいぞ、これ、ぐにゃぐにゃして。ちょっとこっちの方が楽しそうっていうね、ゲームのご紹介動画であります。うん、いやいや、やらないよ。やる？やら、やら、わからない、うん。ちょっとやってみようか。足増えるまでやってみようかな。暇な時。まあそんな感じで、似たようなゲームがアプリゲームだとポコポコ出ますねっていう動画でございます。いいね。今からエイリアンインベージョンやろうかなっていうね、人はこっちやった方がもしかしたらいいかもしれないよね。こっちの方が楽しめる可能性も大いにあります。うん、それではご視聴ありがとうねー。のまチューブ。